こんにちは、矢田コーチです。今日は一人でできるドリブル練習、このような、マーカーを並べた状態からのジグザグドリブルについて紹介していきたいと思います。練習のポイントと練習方法について、説明していきますので、自分に合ったものを練習してみるといいかなというふうに思います。それではやってみたいと思います。最初はですね、自分の利き足の足が足の内側と外側を交互に使っていくものになります。ゆっくりたくさんボールを触れるものなので、こういう練習をスタートするときのウォーミングアップにいいかなというふうに思っています。次に両足を使ってインサイドアウトサイドの交互でやってみたいと思います。はい、どうですか。足の外側、アウトサイドを使うときには足のこの小指っていうと外側になってしまうんです。少しこの小指、薬指あたりのここら辺をボールの下にくっつけて、ボールの中心よりちょっと斜め下あたりからボールを押し出すような感じで、押していくと優しく押せるのではないかなというふうに思います。ボールを蹴るというよりかは少し押し出すようなイメージで、というようなボールの押し出しを覚えていけるといいかなというふうに思います。そして押した後にインサイドでキャッチ、反対のアウトサイドでキャッチというのを、繰り返していくものになります。これもどのぐらいの強さで蹴れるか、どのぐらいの強さで押すとボールが自分の体から離れてしまうのかなっていう感覚を養えるので、そういう部分を、確かめるのにはすごくいいかなというふうに思います。慣れない子はすごくゆっくり練習してみるといいかなと思います。1回ずつ止まりながらやっても大丈夫だと思います。全部続けて、やろうとするとなかなか難しいので、1回ずつ止まってタッチを確認しながら練習してみるというのが、いいと思います。それをお勧めしています。次に足の内側だけを使った、ボールタッチになります。はい、どうですか。これも足の内側でボールが体の足の間から逃げないように、ボールを運んでいく技術になります。でここのポイントは体の使い方がすごく大切なんですが、膝を少し曲げた状態、膝を曲げて腰がこう落ちたような状態は良くないんですが、膝を曲げて膝を柔らかく使うようなところがポイントになります。ボールを何とかしようとしてこう足で触ることだけに集中してしまいがちなんですが、こういうボールタッチにはこの膝の柔らかさがすごく必要になるので、ボールを何とかしようというよりかは膝を優しくこう曲げながら、膝を曲げながらボールタッチをしていく、ボールに意識を向けすぎないようにするっていうのがすごく難しいんですが、それがポイントになります。次にボールをこう転がしていく、ロールというんですが、転がしながら進んでいく、ものになります。これも横にボールを転がして反対の足のインサイドでキャッチというものになります。最初はゆっくり1回ずつ止まりながらやって大丈夫です。だんだん慣れてきたら次の移動の時に、止めた時には少しも体重が次の方に移動できるように練習できるといいと思います。
そうすることで次への、動作へのスピードアップにつながってきます。最初は止まりながら1回ずつ止まって、プレーをして大丈夫なんですが、だんだん慣れてくると次の動作への体の向きだったり足の位置だったりっていうのがすごく大切になってきます。慣れてきたらそういう部分にもチャレンジしてみるといいかなというふうに思っています。では最後に、ロール、足のロールとアウトサイドを組み合わせた練習になります。はい、どうですか。これも得意な足、僕は右利きなので右足のロールと左足のキャッチ、そこからアウトサイドで1回で持ち出すというところがセットになったジグザグドリブルになります。ここではアウトサイドでの持ち出し、アウトサイドでの運ぶときにすごく長い距離をこう移動しないといけないので、よりこう強くボールをたくさん押し出すということがすごく大切になります。実際ではこのアウトサイドのタッチというのは相手をかわすときに使うタッチになるので、どのぐらいこう強く押し出すか、どのぐらい強くボールを触るかっていうのがすごく大切になってきます。さらに蹴るだけではなく、蹴ると同時に自分の重心もこう移動していくっていうことがすごく大切になります。ボールと一緒にこう移動しているっていうような感覚がボール扱いの上手な人にはすごくあると思います。まあメッシ選手だったりとかクリスティアーノ・ロナウド選手だったりとか、ドリブルが得意な選手が相手をかわしていくときには、なんかボールが足に吸い付いてるよねとか、ボールが足にくっついてるみたいっていうような認識をされると思うんですが、ああいう選手たちもかわすときにはアウトサイドでしっかり重心移動を使いながらボールと一緒に進んでいます。なのでボールと自分の体があまり離れることがありません。離れたとしてもすぐ自分の体がついてくるので相手からは、取られにくくなります。でそういう部分のタッチをこう活かしていくという部分でこのような練習を、紹介してみました。これらの、練習は全然まだ基本的な練習なので、ぜひ、楽しんで練習してほしいなというふうに思います。もしこんな練習できたよとか、こんな練習もあるよとかっていうものを、紹介できるお友達がいたら、ぜひ、僕の方にコメントや動画の方を送っていただけると嬉しいです。それでは、まだまだこう暑いですが、熱中症に気をつけながら、短い時間で水分を取りながら、練習してほしいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信をしていきますので、チャンネル登録と高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。